殿牢牢、黄色の部分殿牢は、古英語、デナラグに由来する言葉で、9世紀後半以来、バイキングの支配下に置かれたイングランド東部地域を意味する。この地域には、アングロサクソンの法制とは、異質な慣習法や、独自の方言、風習が残った。殿牢表記もある。ほぼ今日のヨークから、南、ロンドン北方に至る地域が、 デーンローと呼ばれ、ノーサンブリア地方全域とミッドランド地方南東部にあたる。主な定住地は、レスター、リンカン、ノッティンガム、スタムフォード、ダービーであり、これらは、ゴシ地方とも呼ばれる。デーン人を中心とするバイキングは9世紀半ばから、しばしば、ブリタニアに侵攻を繰り返し、マーシア王国など、アングロサクソン小王国の大半を征服した。 ただ一つ残された、ウェセックスのアルフレッド大王が878年、エサンドゥーンの戦いで、デーン人首長、グスルムを破り、ウェドモーアの和議を結んだ。その後、886年アルフレッドは、ロンドンを奪回して、第二の和役を結び、領土を確定した。デーンは、次第に農民化して、デンロ地域に定住し、やがてアングロサクソン王国の支配下に入ったが、 デーンジン内部の監修法まで介入できなかった。このため、デンマーク系の監修法は、ノルマンコンクエスト以後まで長く残存した。ただし、イングランド北東部に侵入した当初は、デーンジンも、政治、社会、文化の面において一体性があったわけではなく、また当時のテムズ川以北さらにハンバーカワ以北の地域は、ウェセックス王国から見れば、 レエン人の侵入に関係なく、異国に近い地域であり、そもそも、ウェセックス王国の方や、監修の及びづらい地域であったという点も考慮すべきである。なお、レエン人の言葉から英語に入った単語はいくつもあり、ローもその一つである。ありがとうございます。